福田、ここも阿部の手が出ていた、ミスマッチ、ステフェンズの2、そして富樫とボールを動かしていって右のコーナーにステフェンズ、富樫の3、富樫かわして中へ、富樫の2、もうここは自分でどうにかしようという富樫ですかね。仙台ヤンジェミンとマーフィー入ってきています。小川が空いた、小川の3来ました。そこにはステフェンズついています。千葉ここターンオーバーになります。ボールを回していきたいという千葉3ガード、西村かわしての3、今のは非常に難しいシュートですよ、富樫、このシュートですかね、これが2点だったか3点だったかということで、はい、多分点数が足りなかったというところだと思います。マーフィー、ここ西村取った、アウトナンバー西村行くか、オフェンスから、いやこのディフェンスもね、本当際どいところですよね、はい、先ほどお互いにねファール取られたところなので、片岡選手もねそのあたりも頭に入ったと思うんですけど、よくしのぎましたよね、はい、小林、さあリングへ向かっていく、リバウンド金近です。外に出して富樫が空いている、うわー、手を出してディフェンスして、そして自らスリーポイント、千葉です。ジョン・ムーニー、ここはうまさがあるぞ、ジョン・ムーニー、大倉に対して阿部が行きます。アンダーで守った阿部、ゴール下入ってきた、クックス、いや素晴らしいですね、大倉からクックス、クックス、ここよく奪いました、仙台片岡入ってきています。ゴール下バウンスパス、アイラブラウンに通った、ふわりと浮かせたツーショット決まっています。片岡に富樫がついています。その片岡へ、あ、富樫取った、ましたね、ターンオーバーになりまして、富樫のレイアップエンドワン、富樫選手もディフェンスしてますね、はい、いい形で打たせませんでした。千葉のオフェンスキックスに入った、ね、ダンク、そのディフェンスでの貢献も光りましたね、完全に抜けてましたからね、スクリーンゴール下、クックスに通った、クックスに通った、タイミングをずらしたりするのは上手ですよね、うん、おお、ここワンタッチ、大倉クイックスリー、おー、クックスリバウンド、ジョン・ムーニー、富樫、富樫のツー、そうですね、ステフェンズ戻ってきました、ちょっと心配でしたが、今もちょっと取られ始めると仙台とするといい流れにならないですよね、はい、ステフェンズ、おフローターショット、結果もあるので、はい、富樫とジョン・ムーニーを入れました、ジョン・パトリックヘッドコーチで入ってきて早速得点、富樫、仙台としたら点取り合いを してると自分たちのリズムじゃないですからね、はい、このあたり富樫に入った、富樫連続得点、ここミスマッチになっています、ブースト富樫、中に入っていったエレック・マフィー、防いだ千葉、すごいブロックが出ましたね、はい、打開していかないといけないですからね、もう千葉に勝てるってことは分かってると思うんですけど、はい、そうなんです、仙台は千葉にここまで B リーグで3勝、ただいずれもアウェーゲームということになります。ヤンジェミンもよくオフェンスリバウンド取りました、はい、素晴らしい飛び込みでした。さあ千葉大倉、今ムーニー選手のところがミスマッチになっての、はい、そうですね、青木とのミスマッチ、ケルンも行った、2ポイント、志村の2ガード、千葉、大倉もいます、ムーニー空いた、おー3ポイント、荒尾、そしてクックス、クックス、フックショット、すごいですね、この時間帯の得点つないでいる仙台、富樫のジャンパー、ムーニーへ、ムーニーの2、青木から、おー、ここムーニー手がかかった、ムーニーへ入ったぞ、ダンクショット、いやそうですね、チャンネル登録してグッドボタンよろしくお願いします。